ハローグッド、グッドグッド。愛と笑顔で世界を変える男。感動の講演家山田和弘です。イエーイせーの、いいね。決まりましたね。はいタクシー運転手 YouTuber としても活躍させていただいてます。はい、よろしくお願いします。うん。えっ、ー、と、潜在能力 潜在能力の本を買潜在の買ってちょっと読ん、まだ読んでないんですけど、潜在能力、もともと、え、潜在能力と潜在能力ってあって、考えていることが、考え、今、考えてしまっている、自分の脳とかで考えてしまっていることで動いていることが潜在能力。考えてないでできちゃっていることが潜在能力なんですね。で、 潜在能力って結局、うーん。俺は全然潜在能力って聞いて大丈夫なんですけども、あの、普通の方はちょっと怖かったりもするのかな。だって見えないから。勝手にできちゃってるってことなんですね。なので自分の力ではないって思うんですよ。そうなんですけども、実は潜在能力っていろんなところで、 使われててもう極端に言うと潜在能力を使わないと死ぬそうです。心臓も止まってもう中の流れも止まってしまう呼吸もできなくもう呼吸無意識でしてますよね。うん、なのでそういうで極端に言うと潜在能力が、えー、使われてないと死ぬそうです。うんで まあ本によっても違うんですけど、潜在能力はだいたい10%、脳は脳10%しか使われていない、残りの90%が潜在能力とか使われていない部分って言われてます。はいえー、そして、潜在能力を引き出すためには、えー、いろんなテクニックがあるそうです。で、うんと、例えば、 えーっとああなたはレモンをかじってませんあなたはレモンを思いっきりかじってませんって言っても唾液が出てきちゃうんですよね僕も今喋ってて出てきちゃいましたそういうのって潜在能力なんですねあと、えー、寒いところに行ったら体を温めたらいい、えー、暑いところに行ったら汗がいっぱい出て体温の調節も考えないで 勝手に行われてるんですねそれも潜在能力、うん、すごく面白いなって脳はすごい脳は、うん、潜在意識は、うん、潜在意識は正しいことをいつもしているそうです、うん、ちょっと今勉強中なので、えー、とこのぐらいなんですけどもう一個言うと例えば、えー、目を閉じて、えー、と青青青 青青青。色の,青色の青ね青、ブルーねブルーブルーブルーでもいいんですけど目を閉じて3秒ブル,ーブ,ルーブ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 ルー目を開けるとこうブルーを探しちゃうみたいなああるなみたいなブルーを探しちゃう他の色は探さないブルーって言ったらそういうのも潜在能力勝手にその正解を探しちゃう能力があります我々には潜在、うん、能力に従って生きていくことが自分の幸せなんだなって っていうのがすごく分かっていて、でも潜在能力うんと今いいこと今いいことめっちゃいいこと言おうとしましたうんちょっと忘れましたうん潜在能力はえっ、ー、と宗教的な感じで言うと神の力とか仏の力とかって言いますけどもえっ、ー、と論理的に言うと習慣良い習慣、えー、こ,こ心 の習慣、心の習慣でもあり、行動、行動からもその習慣を作っていくことが、えー、潜在能力に落とし込めるっていうか、考えないでできちゃってるってこと。習慣って考えないですよね。あって、朝起きたら何も考えないでトイレに行くとか、何も考えないでその時歯磨いたりとか、うん。で、えー、何も考えないでトイレ掃除して、あ、トイレ掃除、 しようってもトイレ掃除してうんあと車の運転もそうですよね車の運転考えながら運転してたら事故ってしまいますよね考えてピッピッって考えたことを体に動かすじゃなくて何も考えないでもこう勝手にハンドル右に切ったり左に切ったりしますよねそれ考えながらやってたらもう事故りますそれも潜在能力の力ですすごいんですみんな使ってるんですそれを引き出していくうん どうやって引き出すかっていうのは、これから <laughs>、発表します。ちょっと、発表します。訓練なんです、それは。慣れなんです。努力していくことなんです。<laughs> うん。だから、紙に書くんです。えっと、えー、トイレ掃除をします。えっと、トイレに入って、 でそのままトイレ掃除しないで出ちゃう忘れちゃうでしょだから紙に書くんですトイレにトイレ掃除しますってそしたらそのうち考え事してあその張り紙見なくてもえっと最初は張り紙見てるんですよ見てるんですけどトイレ掃除するようになりますそのうちそのトイレ掃除の張り紙見なくても勝手にトイレ朝のトイレ終わる勝手に掃除するようになるそしたらもう潜在能力にえー 落とし込めててるる勝手に考えないでもでもきてるそういうのをたくさん増やしていくことが大事鏡を見たたら優勝したあこれも書いてあったなえっとね「肩より腕を手を上げると紅葉じ、えっと、自己肯定感が上がるそうです」えっと、優勝した人ってだいたいガッツポーズで入ってますよねあオリンピックとか何でも競技とかで「優勝したー優勝した優勝手上げてますよね また、デモ行進してる人とかは、例えば消費税反対とか、消費税賛成とか、おう、おうみたいな感じですよね。あと、コンサート行ったときに、えっと、例えば、椎名林檎ちゃんが歌を歌ってたら、わーってかわいいって言って、めっちゃかわーみたいに手上げますよね。手下げてこんなんでやんないですよね。手下げてやんないでしょ。こうやってやるでしょ。自然にやるんやっちゃうんですよ。その出来事が、えっと、 えー、テンション上がる出来事が起きてなくても体からこうやってわーって頑張れ頑張れ自分がも鏡見ながらねわー自分すごいぞ今日もやるぞやるぞやるぞみたいな優勝したぞ私は人生に優勝したぞこれだけでテンション上がるんですよねすごくないですか言葉でもテンション上がるし、えー、行動でも上がるんですよすごくないですか心からも 心からも体行動からも自分のテンションが上げられるって心と体がくっついてるからだそうですすごいんですよねーうーんあで心に言い聞かせるのはえっとすごく面白くて自信があるから自分が自信がついてるわけじゃないですか、えっと、成功体験があるから自分できる人だって思うわけなんですよねということは成功何しても 失敗しちゃう人を何しても失敗しちゃうのでどうせダメだから行動しないってなってえっ、ー、とうん結局行動しない人になっちゃうんですよね自分の心のテンションというか、うん、自己肯定力上げるためにはねすごい必殺技みたいなのがあってえっ、ー、と自分はすごい人だって勝手に思ううんえっ、ー、と例えば タクシーえっと、僕、タクシー運転手なんですけど、タクシー運転手 YouTuber なんですけども、勝手に日本一の運転手って思っていいわけです。勝手に日本一、えー、勝手に日本一感じの良いタクシー運転手って思っていいわけ。勝手に日本一、運転技術が高い日本一って思う。もう、そう思ったらそう。なんです。そうすると、えー、そういうふうに振る舞うようになります。 うん、私は接客が日本一なんです。誰も評価してくれないんですよ。だって見てる人がいないから。お客さんが見てますけどね。見てますけど上司が見てあなたは日本一素晴らしいタクシー運転手ですって言ってくれない誰も。だけど私は日本一素晴らしいタクシー運転手なのだーってやっていいんです。で勝手にそういう風に心に思い,、えー思,いきえー、思い聞かせる心にそういうふうに言うだけで。 自己肯定力も上がってくる。うん。そういうのブラフっていうみたいです。ブラフ。ほ、うんと、はったり。ポーカーとかやってて、ポーカーフェイス。うんと、全然豚なのに、えー、っとに、全然21じゃなくて、もう、超えちゃってて23なのに、いや、私勝ってますけど、みたいな。うん。ポーカーフェイスみたいな。そういうのブラフっていうみたいなんですよね。うん。はったり。はったりしていくうちに、だん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 、 そその自分にななっていいくくうですすごくないですすごか心からも行動からも自己肯定力を上げられるうんまあ実際動くっていうのが大事なので、うん、と両方心からも自己肯定力を上げていく、えっと、行動からも自己肯定力を上げていくそして一歩踏み出せるように仕事でも恋愛でも、えー、家庭生活でも友達作りでも何でも自己肯定力が上がってくる自信があるから、えー うーんなんていうのかな嘘とかつかないで自分に偽りもなく自分のありのままの自分を目の前の人に表現できるようになります昔の僕ってなんかよく見せようとしてだからやっぱ嘘をついてたななんかちょっとかっこつけてたかもありのままを見せるのがダサいと思ってたので顔もダサいと思ってましたのでなんかかっこつける、うん、かっこつけてんだけど本当は自信ないから猫背になったり笑顔が作れなかったりしてたなうん そんんなな感じですかかだから心自分で自分の心にアプローチしていってもいいですし行動からもテンション上げられるこれ両方やるといいかもしれないです、うん、優勝した方はすごくいい鏡の前で優勝した優勝した、うん、で潜在能力にそういうのが入っていくだから自分は優勝してるんだなっていつも思ってる状態になってテンション高いですから、うん、さっきの心にも自分は日本一の運転手 えー、感じの良い運転手接客,接客ね接客がうまい運転手、えーえー、ド,ラドライブテクニックがうまい運転手勝手に思っていいんですそうすればそこにどん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 近づいてきますから脳は、うんまあうん、夢も現実も脳ってさ、ね、あの分からないみたいです現実の世界と自分の夢の世界って描いてる世界は自分は分かりますよ健、えっと、在意識では。 現実なののか夢でも潜在意識の中は分かんないんですってだから潜在意識の中にどん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 自分のブラフでもいいのでどん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 入れていくと行動することがしやすくなるので夢にどん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 近づいていくことができる真逆のこと考えてみてください真逆自分はできない何やっても失敗するあ失敗してもいいんですけど何しね 落ち込んでいくどん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 動けなくなっていくもう布団から出れなくなっちゃううんそれの真逆のことすればいいわけですよねどん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 行動してみる失敗しても大丈夫死なないから大丈夫大丈夫どんどん努力していくことが大事いいんすよポジティブにいきましょうポジティブにネガティブになった時は心を休憩させるね心休ませる最近の気づきで一番でかかったのは心休ませるうん 心にムチ打っちゃうんすよ。頑張れ頑張れって。そのテクニックを知らなかったのでね。その辺はもうテクニックだと思ってます。うん、休ませる。だって、本当に休ませてないんだって、休ませてないんですよ、うん。実際休ませてないっていうか、お笑い見たり、うん、ちょっとぼーっとしてみたり。そういうテクニックをしてたんですよ。ぼーっとしたり、えー、っと、お笑い番組見たり。だけど、なんかざわざわしてる。 自分で自分の心に休んでいいんだよって言っただけで心のもやもやがブワーンって通れたんですからすごいんですよ本当にすごいんですよ心を休ませるって概念はうんそうなんですすごいんです心を休ませるは,はいはいあっ今日名言いきますちょっとすごい話してるけど行きましょうえ自分にできない 自分にできはいマザーテレサの言葉なんですけども僕ね考え方としてじ、えー、と他の人もできてるから僕もできる頑張ろうみたいな周りの人もやってるから俺もできる頑張ろうみたいないつも考えてたんですけども考え方の選択肢がいっぱい多い方がいいので自分にできないことも全然あっていい。 それは周りに任せていい。自分のやるやるややらなきゃいけないこと、自分の使命、自分の仕事、それに一生懸命やっていけばいいのであって。うん。全部が全部、自分はあの人ができてから俺もできる。っていう考え方もあっていいんですよ。あってもいいけど、うん、任せられる分、仲間がいたら仲間にどん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 譲っていく。うん。そういう考え方もあって、すごくいいなと思いました。柔軟だなぁと思って。うん。 一つの方向しかやり方がわかんないと、行き詰まった時辛い。なので、こういう考え方、真逆の考え方ですけど、あっていいんです。どっちがいいとかじゃないんですよ。あの人ができるから、僕もできる。っていう考え方も超 OK。あの人は、僕より、僕はできないけど、えー、その人は、えー、例えば、接客が上手いとかだったら、うん、その人にどんどん任せて、自分は真似る。真似て少しでもレベルアップしようみたいな。 そういう考え方もあっていいと思います。これすごい。本当に自分にできないこともあっていい。周りに任せていい。すごい。これ超響きました。今日一番の気づきでしたね。本当に。ありがとうございます。それでは終わっていきまーす。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、コメントも本当いつも皆さんいただいてます。完璧に優勝してます。完璧に優勝してます。ありがとうございます。それでは終わっていきまーす。イエーイせーの。いいねありがとうございます。失礼いたします。